冷蔵庫の掃除の様子を撮影したいと思います。ですので、ポケットの取ってる棚を取っていきましょう。こうやってゴミも残ってますので、絶対忘れないように紹介してください。こういった扉のところも汚れが溜まったりしてますので、必ず忘れずにやりましょう。ホコリや食べかす、液体の跡などがよく残りやすい場所になります。
冷凍庫で霜が溜まってる時ってどうしてますか？冷凍庫で霜が溜まってしまってる場合は一度コンセント抜いてちょっと時間を立てて氷を少し溶かします。その後にガリ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 とお箸だったりとかそういった道具を使って霜を取っていきます。報告用の写真を撮って完了です。